もうこのクラスが最初に始まった時のね、一番最初の話でもありますけれども、ぜひもう一回私たちはその共同体感覚っていうものを、幸せの指針に置いてるんだっていうことね、ぜひ、思い出しておいていただきたいなと思って、とりあえず甲吾先生はね、共同体感覚はこの4つの、エレメントとか要素でできてるんだというふうに言ってますけれども、復習のために書いておきます、はい。ちなみに皆様、明日筆記試験がありますから こんな感じかもよっていうのは前回お配りしましたけれども、なんとなく答えられるように出るよとか言っておきますけど、一応出るよって言っておきます。はい、何の話だ、でベースにあるのが自己需要なのね。で、自己需要っていうのはなんかもう自分最高っていうことでは別に全然ないです。で、後ろにこうタイムラインを見るじゃないですか、自分のね、人のタイムラインをこう見た時にデコボコあるんですけどね、まあいろいろやってきたなっていうことです。で、あ、そうそう、今日あれもう配った、カエルメイナーの動画載ってるチラシ配った、見たでしょ、あれですよ、この間お話ししたカエルメイナーって、両手両足がね、生まれつきこう欠損してるというね、で、主体論の反対にあるのが、よいしょ、決定論とか運命論と言われるやつで、で、決定論運命論っていうのはもう生まれた時に人生決まってるんだっていう考え方です。で、これはもう動かせないと、完全な決定論っていうのはそうね、だからもう生まれた時に全部の運命は決まっててとか、生まれる前から決まってて、これはもういくら個人の努力では動かせないんだっていうことです。で、アドラーは、主体論の立場を取ってますけど、決定論を反対してるわけじゃないんです。そういうこともあると、冷静に考えたらあるじゃないですか。だってカエル・メイナードみたいに両手両足ない状態で生まれてくる人もいるわけですから。で、そうするとやっぱり何らかその不自由な側面はあるっていうことです。だから私たちが持ってる DNA だとか、生まれたうちだとか、地域だとか、時代だとか、そういうものによって一部分やっぱり人生は影響を受けちゃうけど、それにしてもじゃあ完全に制約を受けてるわけじゃないよねっていうのがアドラの主体論なんです。で、使用の心理学ね、使用の心理学、別にこれ試験出ません、はい、使用の心理学で、あるものを使用する、使うっていう発想を持ちましょうと。で、すごいよね、ここまでしか打てないのに、なんかスマホとかこう打ったりとかしてるもんね。で、これなんかお箸かなんか使ってたね、こうやってね、ちょっとよくわかんないけど、何でもできるんです。で、あるものを使っていきましょうっていうことね。だから私たちの性格もこのデコボコしてていいし、強みはみんな違っていいんですよ。あ、そうだ、俺買ったけどまだやってないよ。皆さん、ストレングスファインダーってやったことある？昔からあるけど、最近ストレングスファインダー2っていうのが出て、私も買ってちょっとまた久しぶりにストレングスファインダー受けるのを楽しみにしてるんですけど、ネットでね、延々、質問にこう答えていくと、自分の強みが、ストレングスファインダーなので自分の強みが出てきます。で、ああいうのやっても分かるんだけどね、人それぞれ強みって違うんですよ、何が強みかっていうのは。で、やっぱり自分の強みをね、生かした方がいいよね。で、なんかそう、ストレングスファインダーとかもね、おすすめなの、とりあえずね、テスト受けてみたりとかね、ストレングスファインダーという本がありますから、ね、で、今2というのが出てますから、で、本読んでみるとね、彼らが分けたね、その強みの項目だけど、何項目、30何項目なんかありますね。なんかで、その中でテストを受けると自分の強みベスト5みたいなのが出てきますから、で、あ、なるほど、もしかしたらこういう特性が強いのかもしれないなと、こう自分もこうプロファイリングというかね、自分もこう受けてみて、で、確かにそうかもしれないと思い、で、あ、でもじゃあ他の人はどうなんだろうとかね、
そうだ、予言カフェ行くのもいいけど、あのストレングスファインダーが受けるのも多分良くて、あの本題だってどうせ潜水派遣とかそんなもんだと思いますから、あのそれでこう受けてみるのはね非常に面白いんじゃないかと思う。で、あ、そうか、人はそれぞれ強みが違うんだなと。で、だからそういう人たちが協力し合うっていうのがいいことで、あの自分がやっぱり決定的に持ってない素質とかあるわけなんですよね。で、あのそういうものをもちろん無理して手に入れようとしたっていいんだけどね、あの前回タスクマネジメントやった時にね、ね、この苦手の領域っていうのがあるわけですよね。で、やっぱりそれはただ単純に知識がないとかトレーニング受けてる、トレーニング不足だとかっていうこともあるけど、あの向き不向きってやっぱあるんだよね。で、あの自分が持ってるその能力とか強みとかっていうものもそもそもあるから、でだからあの別にそれをね、じゃあ何でも人に任せりゃいいかとか、あのやめちゃった方がいいかっていうとそういう話でもないけど、あの持ってるやっぱり強みとかを使いながら生きていくし、で、他に強み持ってる人がいたら協力してもらうみたいな観点もあってもいいわけです。だからなんか完璧にできないからって言って自分を責めてもしょうがないし、完璧な時だけ自分が好きっていうのは変だよと。で、あのこれと関連するのが不完全であることを認める勇気ってことですよね。不完全である勇気、ね、これを持ってる状態のことを自己需要って呼んでるわけです。私たちはコーチとしてクライアントにはまあまあ持てるのね、この需要するっていう感覚がね。で、いいじゃん、頑張ってんじゃんとか、よくやってきたと思うよとか、いやそれ人それぞれ個性だからとかってこうやれるんだけど、自分に対して厳しい人が結構いるね。で、あの自分に対してもいやいや私もその一人だというふうに、あのぜひしてあげていただきたいと。で、共同体感覚ってね、共同体に居場所がありゃいいっていうだけじゃないんですよ。居場所があって貢献感があったとしても、自分はダメだと思って自分のことを責め続けてたらですよね、せっかく居場所はある、せっかく役に立てることもあるのに、自分は完璧じゃないからダメだ、自分はできてないことがあるからダメだ、ね、ってこう思ってたらやっぱり幸せじゃないんです。だから私たちもよりね、自分に対して OK を出せる、で OK 出すっていうのは現状で満足するとかもう成長しない、そういうことじゃないんですよ。あのだからね、あのそうそう、なんか最近あんまり言わないけど、昔言ってたキャッチフレーズでは、あの現状100点未来無限大とか言ってたんですけど、あの要は別に減点されるところがないんです。現状ここまで一生懸命生きてきたんだから、みんな。で、あのでもこの先の可能性っていうのは無限にあるんだと、あのこういうふうに思えてる状態っていうのが、あの自己需要っていうものなんじゃないかと。で、自分は OK だと、でも他人のこと許せないとか他人のことは信頼できないっていう人もいるんですね。で、アドラーは信用と信頼っていうのを、あの分けて説明をしてます。で、信用っていうのは、あの金を借りる時のことを考えると分かるよね。あの信用がないとお金貸してくんないもんね。だから、あの担保があるからお金貸しましょうとかね、あのこれまでちゃんとあの返済の実績があるから貸しましょうとかね、あ、一回あの遅延してますね、あなたには貸しませんとか、こう、あのこういうのが信用の世界なんですね。で、あのアドラーは人のことを信用しましょうとは言ってないんです。あの信頼しましょうというふうに言ってます。で、信頼というのはもう無条件に相手のことを信じるっていうことです。だからすごくおっかないことだね。アドラー心理学を学んでて、そんなことできねえよと、あの思われることの、あの上位ランキングに入るやつが、あの信頼しましょうってやつだね。あの無条件に信頼しましょうと。で、あのだからね、私はこういうふうに言ってます。一つはその事情を察するっていうことね。なんか一見信用できないなと思う人がいたとしてもね、言動がね、まあなんかそういう事情があったんだろうなっていうことです。あの生まれてこの方自分のことが大好きで、周りの人は信頼できて、で周りの人に裏切られたこともなく、自分も本当にやると決めたことを全部やれて、で周りの人の信頼に応えてということをずっと当たり前のように続けてきた人だったら、別にあの人から信頼されるような人生って送っていくと思うけど、やっぱりどっかでさ、自分自身にね、ああ自分は何か決めたことできないなと思って、自分に呆れたり無力感感じたり、勇気がくじかれたり、で人に裏切られたりとかで、何かパッとこう見ると、何かね、他人を騙して出し抜いてみたいな人の方がいい生き方してたり、正直者がバカを見るみたいなことを見ちゃってると、まあ何か
こんなもんか世の中はとかってこうなっちゃう可能性があるわけですよね。で、あ、だからなんか今信用できないなと思える人がいたとしてもです、あ、まあなんかの事情背景があるんだろうなと。で、生まれた時からそうだったわけではなかろうとね、この一個背景を考えるっていう力です。で、もう一個はいやいやって将来のこと考えたらどっかで協力したりとかってできる可能性あるよねっていうことなんですよ。人って劇的に変わる可能性あるでしょ、いつも。ね、あの今回もあの東北から来てくれてる仲間もいますけど、やっぱり東北で震災があった時で、あのやっぱりなんかみんなでこう協力しよう、助け合おうってポンってなります。でね、あの九州から来てくれてる仲間もいますけど、その熊本で震災があった時にやっぱりなんかみんなで協力しようってこうなるわけですね。 でもそれだけじゃないですよ。なんかほら子供ができたら人が変わるとかさ、孫ができたら人が変わるとかさ、なんか病気になって人が変わるとかさ、なんかあのね、衝撃的ななんか出来事があって自分自身の人生観変わるとかっていくらでもあるわけだから、今目の前でこう信用できないなとかってね、なんか信頼なんてとんでもないなこの人っていうような人がいたとしても、なんかがあったら組めるだろうと、共通の利害があったりとか、その人に何か変化が起こったら組める可能性があると。で、しっかりコミュニケーション、これですね、アドラーの感じはね、あのしっかりコミュニケーションを取って相手の話も聞いて受け入れて、で勇気づけして、で自分の話も聞いてもらって、でそういうコミュニケーションが取れたらどっかで この人とも組めるんじゃないかとか、協力し合えるんじゃないかという感じが他者信頼なんです。だからあのもう経験なるアドラー教徒だったらね、あの自分が傷つけられようが踏みつけられようが、あの相手のことをあの粛々と信頼し続けることができるかもしれないけど、まあ、あのそれはほとんどの場合難しいと思いますから、あのでもどうでしょうか、まあ何かの事情があったんだし、生まれた時はこの人だってね、でどっかで何か変化があればこの人だって変わる可能性もあるし、であの共通の利害がちゃんとはっきりすれば、コミュニケーションしっかり取ればこの人とだって協力し合えるかもしれないと、あのこのぐらいの感じっていうのは生まれるんじゃないかなと。でそういうふうにこう人を見れたら、我々はこの人の世にありますから、人の世の中でこう幸せに生きていくっていうことがあのできるようになるんじゃないかと。居場所はありますと、でもなんか正直なところあんまり信頼できませんとかね、貢献はできますと、でもなんかこの人たちのこと信頼できません、やっぱりこれも幸せから遠いんですよね。だからあのベースになる条件として、その自己重要と他者信頼っていうのがあるんだと。で、初日にもワークをやりました、初日かな、2日目かな、なんかやりましたけれども、所属感と貢献感ですよね。貢献はできるけど居場所がないというのも困るし、居場所があるけど貢献感がないというのもあの困るわけです。で、あのこの4要素っていうのが揃ってる時にね、私たちはそこに共同体感覚があるんだと。でしかも大切なのは、自分が持ってるだけじゃダメなんですよ、全員が持ってる時にですよ、これを全員が持ってる、自分も含めてね、全員が持ってるっていう時に、そこに共同体感覚があるってことなんです。だから自分は持ってますと、自分は居場所があって出番がありますと、でもうちの子にはありませんっていうと、やっぱりちょっとどっか共同体感覚ではないし、幸せではないんですよ。自分は持ってますと、でも上司は持ってませんと、これ困るっていうことなんです。だからみんなが持てるようになっていったらいいなと。で、ぜひあのベースキャンプ作りを自分のためにも他人のためにもしてあげてほしいのね。世界中どんな場所に行っても共同体感覚にあふれてたら、まあ、あの地球というところは幸せな星でしょうけれども、あのなかなかそれは、実感しにくいっていうことも多いと思うんですね。でまずベースキャンプを作ると、ここは自分にとって本当にね共同体感覚があるんだと。でベースキャンプがあって、ね、共同体感覚のですよ、ベースキャンプがあって、でここから例えばですよ、自分の家庭が共同体感覚のベースキャンプ でここは安全ですと、ここにはたっぷりリソースがありますと。でこの状態だったら、ここから何か会社にアタックしていくとか、ここから何かその地域社会にアタックしていくとか、ね、あのこういうことをしながら、だんだんその、ね、自分の人生で目指しているこの世界、ね、そのこういうふうになったらいいなというところに向かってこうキャンプをこう上げていくと。で、あ、ちょっと酸素不足だとあの食料不足だと、このままだと命が危ないとなったら、ベースキャンプにこう戻ると
で、コーチングの空間というのは一つのベースキャンプですから、まあ、もしくはコーチと一緒にこうやってチャレンジしながら、でもちゃんとそこには共同体感覚、ね、に戻ってこれる場所があるっていうことです。で、コーチはなんていうのかな、べっとりまとわりついてずっと一緒にくっついてってする必要ないんですけどね、やっぱりクライアントが何か必要な時、頼りたい時は戻ってこれるとか、なんか見守っててもらえるとか、そういう場所を作るんだと。しかもその場所っていうのはやっぱり共同体感覚がある。